はい京都大学の松田ですこの度クレストの領域総括をやらさせていただくことになりましたのでご説明させていただきたいと思いますまずですね戦略目標と領域概要ということで文部科学省から出てきた戦略目標についてまあ、簡単に繰り返しになりますけれどもご説明させていただきます多細胞間での時空間的な相互作用の理解を目指した技術解析基盤というのが 戦略目標でありましてその概要としましてはちょっと長い文章ですが読ませさせていただきますと本戦略目標ではさまざまな技術オミックス解析イメージング数理解析データ解析等を9号発展させ多細胞の複雑系におけるネットワークの動的構造を細胞レベルや分子レベルで理解するとともに観測精度の向上や動態予測と操作を行うための理論と技術を創出するというのが文部科学省から出てきた 戦略目標とその研究概要でありましてそれに応じまして先駆けとそれからこのクレスト領域が立ち上がったということになります。でこのの領域のタイトルは多細胞化ほ,ほとんど同じで 気づかない方も多いかもしれませんが多細胞間での時空間的相互作用の理解を目指した定量的解析基盤ということでこの定量的というところがちょっと字を変えたところであります。ここがまあ実際これからご説明しますけれども本クレストの一番肝になるところですのでちょっとご記憶いただければと思います。で領域概要というのも、まあ、ほ先ほどの文部科学省から出てきた領域の概要とほとんど同じですけれども、まあ、時空間的な理解に資する技術や理論を構築し生命科学に関する新たな研究開発を推進すると。 で高いデータのや質の高いですねこの質の高いデータやパラメータ等を出すことによって数理科学の推進を目的としております。では本領域のメラインにつきましてもう少し詳しくこれから説明させていただきたいと思います。 まず背景でございますが、まあ、1900 19年代後半からそれから21世紀の初めにかけてですね生命科学が爆発的に進んできたのは皆様よくご存知の通りだと思います。その原動力はもちろん分子生物学の発展でありましてその間にいろんな分子の遺伝子がクローニングされて、まあ、生命っていうのはこういう分子からできているんだってことが分かってきたわけですね。まあ、そういうアプローチをまあリダクショニストアプローチという要素還元論的研究というふうに呼んできたわけですが。 今後それらのデータを統合して初めて生命を理解しようというのが新たな研究の流れとして進んでいるわけです。で過去数ここ10年20年の間にそれに向かっていろんな技術が開発されてきました一、まあ、細胞ミックスですね DNARNA のシングルセルシーケンスの技術がどんどん進んできている一つの例として挙げられますけれども例えばプロテオミックスやグリコミックスそういった技術もどんどん進んでいます。また 生命を理解するためにはそういう分子の時空間的な情報というのが必ず必須になりますそういう時空間的な情報を集める技術というのはまあ、もっぱらイメージングが主としてするようになってきているわけですけれどもこの分野につきましても例えば超解像イメージングであるとかあるいは透明化を使った技術であるとかいろんな技術が進んできておりますまたそういった生命はまデスクリプションした後に予測が立つわけですけれどもその予測を実際証明するためには外から何らかの接度を加える必要があります まあオプトジェネティクスのクレストがもう一つ立ち上がっていますけれどもそういったバイオエンジニアリングの技術というものもやはり非常に重要な鍵になりますそして今、まあ、データサイエンスというところがいろんなところで言われていますビッ,グサイエンビッグデータをいかに理解していくかというのが大事なわけですけれどもそういった技術も進んでいてこれらの技術を全て統合していろんなことをやっていく必要がありますまあキーワードはこれまで一つ一つの細胞について解析していたのを 細胞のヘテロジーニアスな細胞のネットワークの中をどういうふうに理解していくかというのが一つのキーワードです。また我々の年代はですね一つの遺伝子をクローニングして論文を書いて、まあ、めでたしめでたしで終わっていたわけですけどもそうではなくて一個一個の遺伝子ではなく多数の遺伝子を網羅的に調べることによって生命を理解するそれが2番目のキーワードになるかと思います。でそれから細胞組織機関という、まあ、下からどんどん積み上げていってやはり システムとして理解解すするそういうい階層をつなぐ解析も必要ですまた今非常にネックになっておりますのはデータがどんどん爆発的に増えておりますがそれらを解析する技術開発にもどうしても必要でありましてそこをどうするかというのが今後の重要な課題になります。今申し上げたような技術課題がここにたくさん書いてありますけれどもこれを克服することによってここに書いてありますような多細胞間での相互作用を時空間的に理解するための技術基盤を構築する、まあ、この辺が本領域の一番基本になるところです。 で本領域で目指すものとしましてはやはりこれは生物系のクレストですので時空間的動態解析に基づく新たな生命現象のパラダイムこれがキーワードです、まあ、そこに個体発生発生再生が免疫細胞の環境等と書いてありますけれどももちろんこれにこだわるものではございません特にですね新たなパラダイムの創生につながるような非常にとんがった研究をやっていただけると非常にうれしく思います それからこれはやはりクレストなのでどうしても新たな現象を見つけるために既存の技術ではやはり新た,な技術新たな発見というのはつながらないとこれは私の個人的見解ですけど思っていますそういう革新的な計測技術解析技術理論等の蓄積をぜひやっていただきたくてそういうのを解析基盤の創出としてつなげていければというふうに思っております。 出の話柱としててつ掲げております 1, つ1番目が生命現象の解明ですねで真ん中がその生命現象の解明を裏付けるための基盤となります計測観測技術これが2番目の柱ですで3番目がそうやって出てきたさまざまな情報を統合するようなモデルの構築ですねいわゆる数理科学に相当するような学問それから、えー 節度を与えることによって、その予測が正しいかどうかを調べていくための、そういう技術まあ、操作技術、こういったものが3番目の柱として挙がっております。で、それぞれについてまあこれからご説明していきますが、まあ、3つの柱はこんなふうに使いますよと。とまあ、これがまもちろん生命現象の解明というのが一番の最初のゴールでありますけれども、それの基盤となる。この技術開発。これもとても大事である。それから、それを統合するためのまモデリング。 それからデータサイエンスそれからパーテイベーション、まあ、予測操作接続を加えるような技術こういったものを3つの柱として研究を進めていきたいなとでキーワードはですね、えー、質の高いデータ特にその数字として出てくるようなデータを是非私は欲しいと思いますこれまで生命現象ですと、まあ、この分子の活性が上がった下がったとかなんとかが低いとか少ないとか 極めて漠然とした表現で生命系の論文は書かれることが多いんですけれどもそうではなくてこの分子が何個だったのが何個になったんだとか、えー、文化の過程においてこの分子の活性がどういう活性からこういう活性に変わったんだとかそういう質の高い数字と表して表せるようなパラメータを蓄積していくことがこの領域で出た成果をずっとこの後に引き継いでいくためには必要だというふうに私は考えているのでそこのところを是非強調させてください。 で、まあ最初のまず1枚目の生命現象の解明というところですけれどもまあ、分子情報等を1細胞レベルで多数の細胞から取得することや同一サンプルと複数の計測手段を組み合わせて多角的に解析することによって多細胞間の相互作用の定量的理解を目指すというものがテーマでありますまあ、一例として挙げてありますけれどももちろんこれにこだわるものではありません微小関係を構築する細胞の過疎性や不均一の解析とかですねまあ 再生がん免疫等とふうに書いてありますけれどもこれにこだわるものではないというのはお話したとおりです。期待される成果としましては多細胞間相互作用に代わる新たな生命現象のパラダイムの発見というのをぜひ提示していただければ非常に嬉しく思います。2番目の柱ですけれども2番目の柱は時空情報空間情報に着目しながら生命システム振れ舞いを理解するための技術開発や細胞組織機関個体などの階層をつなぎ 理解するための技術などの、まあ、多細胞研究の基盤技術を開発していただきたいと、まあ、具体例としましては数時間から数週間にわたる組織や個体内での細胞追跡、まあ、当然のことながらいわゆるライブセルイメージングの技術ということになりますそれから組織や個体により深部を低振衆で解析する技術それからイメージング技術やおみつき筋の統合、えー、生体の特性を模倣するオルガノイドの創生技術それからパラクライン因子の可視化などを考えています でえー、ここで強調したいのは多細胞間作用を総合するような新たなパラメーターを世界に走るやはりあの次の3番目のところの数理科学をやるときにパラメーターっていうのがやはり一番ネックになるんですねいろんな数理系の論文を読むと、まあ、多くのパラメーターがエスティメートされているものでありましてそういう何、まあ、か私の言われすればこう地面が足についていないような数理科学っていうのはやはり長続きしないというふうに思っています。なのでそういうい数理科学をこれから 進行させていくためになるようなきっちりしたパラメータを世界に発信していただければというふうに考えております。3番目がモデル操作技術ということになります。今申し上げたようなデータをもとにです、ね、そういう細胞技術の予測操作をするための計算数理解析モデルから構築検証したりオミクス解析やイメージング等の膨大なデータから有用な知見を見出したり迅速に解析する技術の確立を目指すということになります。 でまあ、研究のモデルの一例としましては数理モデルを用いて細胞の動態を予測するような技術とかですねで大量のデータを用いて解析してモデル等を作るような研究また次元圧縮等による特性やパラメータを抽視するような研究が挙げられるかと思いますでここでまあ成果として挙げたいのは生命現象の予測に関わる成果これが欲しいですねやはりこのモデルを作ったらばそのモデルでこんなことが予測できましたとで次のところでもう一回お話ししますけど 予測で終わったら困るんでですね予測で終わったら必ずそこで必ず生命系の研究者と組んでモデルがその予測が当たりましたというそこまでをぜひ出していただきたいな成功例というのは予測して実際その予測が正しかったそういうことをやっていただければなというふうに考えております。それから先行方針でございますが まあ今言ったようなことに基づいて選考を進めさせていただきます専攻はあのご存知のようにアドバイザーの先生方とま相談をしながら決めていくことになります対象ですけども多細胞やそれに由来する組織と細胞集団を対象としておりますまあ、要するに今までのバイオ細胞を使ったような仕事はあまり念頭に置いていないま絶対かと言われるとそうでもないんですがあ,のあまり念頭には置いていないとお考えくださいそれから 技術開発が中心のテーマというのが当然出てくると思うんですけれどもその場合はですねやはりチームの中に生命系の人が入っていてその技術をちゃんと検証するそういう研究がセットで進んでいくことがやはり絶対必要だと思います。なかなかその技術だけでは使えますよ使えますよと言って5年間終わってしまうのはとても困るとちゃんと使えましたというのを出していただきたいと思っております。でここがあの私が多分一番大事なところですけど選考、えー、において重視する点ですね。まず 生命現象を生きた細胞や組織で決定した国際単位で表記されるとこの辺はのこだわりのあるところなんですけど要するに細胞が大きくなりましたではなくて細胞が10ミクロンが13ミクロンになりましたとか13ミクロンと13.5ミクロンをちゃんと区別できますとかそういうきっちりした国際単位で表せるような数字にしたい細胞の数が増えたんだったら13個が15個になったとか例えばですよそういうきっちりした数字で出されることがですねそういう数字であれば 誰が見てもよその研究者もみんな使えるで単に分子の活性が上がった下がったということを表記されてもですねそれはなかなか後につながらないというのが私のまあ信念の一つでありますのでこのクォンティタティブディスクリプションができるような研究であるかどうかはぜひ評価さと先行の時には重視させていただきたいと思いますあとこれはその先ほどから既にご説明ありましたけどクレストというのはですねあのいわゆるバーチャルインスティチュというふうに考えられておりますなので 領域全体として研究所として考えるので領域会議というのは原則クローズドでやりますでそのクローズドの中で協力してやっていただくということが非常に大事でありますので、えー、入っていただければ他の人がすごい他の人の研究も助かるなというのは評価の時には非常にプラスのポイントになりますのでそここのところをよろよししくお願いしますあと、えーまあ、昨今日本の研究はもうダメだめだだめだという非常に悲観的な声がしばしば聞かれるわけであります。まあ 確かにお金の面ではです、ね、もう中国にはかなわないのはもう正直認めざるを得ません。でその時に欧米で負けてるから日本でもやらなきゃいけませんという提案は僕は嫌いです。どちらかというと、まあ、それはそれでしょうがないと。でじゃあ我々はどうしたらいいかというと、まあ、日本人が得意な研究っていろいろありますあの。よく匠型の研究だっていいますけどあの非常な技術をもうポリシーアップして誰にも追いつけないような技術を持っておられる方がいらっしゃいます。そういうういい技術をよより普遍化させていくようなそういう提案は是非 取りたいな要するにまあゴーイングそれからですね、えー、プレディクションですねモデリングの時にまあいろんなことを皆さん予測されるわけですけど先ほど申し上げましたように予測は絶対実際その、まあ、難しいかもしれないけどその証明に向けた実験を組んでやっていただきたいそのためにチームを組んでいるので。 新たな技術を開発してその予測を証明するというのが大事になるわけですけどその時にです、ね、あんまり具にもつかないプレデクションだと誰もやりたがらないので実験研究者がそれは面白いなとそれ俺試した試させてよというようなそういうプレデクションを出すようなそういうモデリングをまあ出していただけたら嬉しいかなというふうに思っております。であとはあのいくつか留意点をご説明させていただきますと既にご説明がありましたようにまあ5年半以内とで研究費は1.5年も他のクレストとほぼ横並びです。 ちょっと違うかなと思うのは少人数による比較的少額な研究提案もまあ歓迎します。例えばあのモデリングとかですとね正直お金はそんなにかからない場合もまあまあ,ありますのでそれを無理くりこの3億円まで水増しして出されるようなのはですねそれはちょっと評価点としてうーんどうかなと思ったりします,すると思います。なののででそそ辺をちょっとと考えていいいただけれればと思いますそれからあのこういうクレストで まあ、融合研究が非常に、まあ、学際領域がずっと長いこと推奨されているわけですけどもそうしますと得てしてこう急遽チームを作りましたみたいなのがありますでそういうのはどうかなと、まあ、まあ無理くり分野融合するんではなくて実際にこの代表者が自分のビジョンでこの人とこの人がいれば絶対できるっていうそういう実効性のあるチーム作りをしていただくことが非常に大事なのではないかなというふうに思っております。 なのであの無理にですねあの主たる共同研究者を置かなくても例えば特に2年目3年目以降に出てくると思うんですけどすでに入っている人に入ってからこの人とこの人と一緒にやると僕すごいのできると思いますよっていうような提案っていうのは私は評価したいなと思っています。まあ、最初の年から出てくださっても結構ですおそらくこんな人が出てくるでしょうから私の持ってるこの技術は絶対この領域で役に立ちますっていうのはとてもアピールになると思います。 <多>分 <laughs> それからチーム体制ですけれども、まあ、技術開発2番目のテーマですね2番目のテーマの場合はやはりチームの中に実際にその技術を生命に使うようなそういうことが必要です、まあ、顕微鏡を開発するんであればその顕微鏡を使ってこういう生命現象を出すんだってその生命現象のところでインパクトのあるような人がチームにいるっていうのはやはり大事なのではないかなと思います。それから理理論論についてても同様でですねをを作るのであればそのデータを使って えまどういう予測ができてその予測を誰がどうやって証明するというところまで見えるようなそういうチームがぜひ欲しいなというふうに考えております。それからその他ですねあの若手研究者女性による独創的かつ野心的な提案を歓迎っていうところですねあのまあ一般的に必ずどこにでも書いてあるのでまた書いてあるかと思われるかもしれませんけどこれは本当ですあの私自身はですねあのえーぜひ若い人に チャレンジンジグなテーマを出してい先駆けとどう違うんだという質問が出るかもしれませんけど、まあ、先駆けっていうのは高橋先生がこれから説明されると思いますけど原則的にに自分でピペットにままだだ持つ人間だと私は理解していますなのでクレストの方は若くてももうちょっと大学院生を指導でしてそのチームで作りたいっていう人がいればですね、えー、まあ私ももう結構年なので、えー、次世代の研究所を育てるっていうのは自分の使命の一つだと思っているのでこれはあの ぜひよろしくお願いしますま女性はもちろんあの特に申し上げることもありませんが歓迎しますそれからあの生命系のクレストでございますけども物理系科学系こういう分野からの提案ももちろん歓迎しております先ほど申し上げましたようにすぐにはチームのいいメンバー見つからないかもしれないけどこの領域に入ったら絶対役に立つっていうのが我々がそれが理解できるようなテーマであれば採択させていただきたいなというふうに思っております で領域アドバイザーとしまして、まあ、こういう方々が、えー、っと上がっておりますが、領域アドバイザー上がっておりますとこういう方々に近い分野が採択されやすいのかなとか、まあ、そういう勘繰りをされるかもしれませんけどそんんなことはありませんあの皆さん、えー、非常に対処・高所から意見を述べてくださる方々なので。 その点についてはです、ね、自分の分野に近い人がアドバイザーにいないから不利になるとかそういうことは考えてくださらなくてもよろしいのかなと思います。あと若い方々も、えー、アドバイザーに何人か入っておりますのであのそういう点でもです、ね、皆さんの臆せずぜひ出していただければと思いますのでよろしくお願いします。で以上でごごござざいいまますどうもご清聴ありがとうございました